でも確かに歩いてる時は引っ張った感じはあるよね。アンチドールは飲んでるんですよ。アンチドールは開けたり開けなかったりでまだ余ってます。おしり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 。シワシワさ、変形性筋肉症があるからさ、それでちょっと首頑張ってるようにシワシワ硬い感じになるんだろうなと思うんですよね。はい、顔見してる。ちょっとお薬もさ、はい、出していますんで、それ飲みながら歩き方変わるかどうかしてみてもらってもいいですか。はい、うん、で、どっちでもやったら、うん、飲んだ。ごめんごめん、うわ、飲んだよ。飲み水は全然させるんですね。はい、抗生剤で抗生剤のやつが1日2回ぐらいね。上手上手。腰高線照射ちょっと持ってきて。こっち腰向こうかじゃ。ママの方向いてって。ママの方向いて。どっちかちょっと左を右のがちょっと関節線が、だからそういう可能性はありますね。なんか一応右がちょっと、まあ、これでも難しいんだったね。去年の6月ですけどね、右手の時に撮ってるんですよね。これ抗前照射1分でしたね。はい、1分経ちます。いいよ、もう一本作って。お上手。上手、すごい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 ね。上手、いや。目薬さん、もう一種類足していいですか。はい。あって、目の表面の炎症さんです。はい、こっちの右目、左目だけ。はい、上手。はい、よろしいよ、するよ。
これはだからここで刺す。落ちる落ちる。落ちる落ちる。落ちる落ちる。偉い偉い。頑張れ頑張れ。落ちる落ちる。落ちる落ちる。ビクタスって40だよね。ちょっと変わって、うん、ビクタスの用事ちょっと持ってきた状態。この子あんまり引っ張らないので、うん、はい、支えてもらはい、高島君、ここ行った。ちょっと中井さん、光線照射当てて。光線照射当ててください。はい、大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫です。大丈夫。じゃあ今からちょっとお薬作りますわ。で目薬はまだありますかね。特にあの抗生物質のこのこれ。それ今日兄さんは飲んでる。これ飲みますか。どんな状態見せて、状態が見たい。こんなにした方がいいかな。飲めるかどうかわかんないもんね。こんな状態で一個飲めるか。ちょっと待って、はい、じゃあこれはそのまんま。はい、じゃあ下ろして、ちょっとさ、あの、じゃあ下ろしたらちょっと聞いて。よかったね。